東区、名古屋市。東区は、名古屋市を構成する、行政区16区のうちの一つ。1908年、明治41年の区成立時の名古屋市において、東部に位置した地域であったことからこの名がついた。東区に相当する地域の町づくりは、江戸時代初期の木を少し、1610年代に橋を発しており、名古屋城の城下町としての武家屋敷や寺町が、そのもとである。 明治に入り、名古屋市に区政が惹かれた際に、当時の市域の東側であったことから、名古屋市東区が生まれ、その後周辺の町村を編入する一方で区域の一部を、地区作、北区へと分離独立させながら、現在に至っている。2012年時点で現存する日本の行政区名、市東区の中では、最も古い。2012年時点での東区は、 名古屋市において位置的に都心部を構成する行政区であり、全域が市街地で区全体としては基本的に住宅地としての性格が強いが、区の南西部は主要企業の本社、支社が並ぶ商業地域となっている。北東部はかつては工業地区として各種の大規模工業施設があったが閉鎖が相次ぎ商業施設等への転換が進んでいるものの一部の 工業施設は残っており、工業地区としての側面を残している。区内には、江戸時代からの町の歴史を感じさせる徳川園、徳川美術館、建築寺や、明治以来の面影を残す白壁、地から種目地区がある一方で、主に南西部を中心に現代的な施設や街並みも、複数ある。百八十七年九月に制定された、東区のシンボルマークは、東イコール、 イーストの E をベースとしてデザインされており、区民の和と明るい未来を象徴するよう全体に丸みを帯びた衣装となっている。東区は東北東から西南西方向に細長い形状の区域を持つが、JR 中央本線によって大きく東西の二つに分かれる。地形、地質の面からは東区区域の大部分が名古屋大地、厚田大地の海星団球場、 厚田面に位置するが、区域のうち、JR 中央本線の東側の部分を中心に、名古屋大地から外れ、一段低い地域となっている。JR 中央本線西側の地域は、大曽根地区などを除いて、名古屋第一条の地域といえる。また、JR 中央本線沿いの地域は、八田川の氾濫によるものと考えられる、大曽根面の地層となっており、地質的には、 名古屋大地の厚田面を二つに分ける形となっている。2010年時点での区域を全体として見ると、大部分が商業地内市は住宅街などの市街地であり、農地はほとんど存在しない。区の南西部には多数の企業が本社や名古屋地区における拠点を置いており、中区の隣接区域と共に、講義の栄地区の一角を構成して、名古屋市の商業の中心の一つとなっている。 区の北東部にはかつては、三菱重工業名古屋発動機製作所、日本タバコ産業名古屋工場などがあり、工業地区を形成していたが、昭和末期から平成にかけて閉鎖が、相次ぎ、大規模な工業施設は少なくなった。これら、矢田南、広行、南地区には、工場跡地を利用して、名古屋ドームや複合施設、カルポート東、文化衝劇場、図書館、 スポーツセンター、市民ギャラリーが所在などが建設され活用されている。また、森山区との境を流れる八田川沿いの地域には昭和50年代に建設された中央住宅群がある。区中央部の徳川町には徳川園、徳川美術館、放射文庫がある。また、この周辺及びやや南西寄りの白壁地区は市内有数の高級住宅街として、 地元在海人島が多く居住することで知られる。この白壁、地から、種目地区は、武士屋敷の面影を残し、市の町並み保存地区に指定されている。交通面では、JR 中央本線と地下鉄名城線が交わる、大曽根を起点として、名城線、ガイドウェイバス、ユトリートラインが横断している。区南部を、桜2、西木2が横断し、 それぞれ地下鉄桜通線、桜通、東山線、西木通が通る。名古屋市16区の中で一番面積が小さい。中区と並び名古屋の都心を構成する行政区であり、長年同夏化減少によって人口が減少していたが、近年になって、大曽根駅周辺の再開発やマンションの建設ラッシュなどで、再び人口が増え始めている。 2010年国勢調査における東区の人口は73,145人、世帯数は38,598世帯であり、2005年国勢調査における人口68,485人、世帯数33,659世帯と比べて、それぞれ人口6.8%、世帯数14.7%の増加となっている。東区に隣接する行政区は、 中区、東区の南から西方向、北区、東北西北方向、森山区、道北北東方向、筑作、道東から南方向の四行政区である。以下、名古屋の町名、東区市を主な出典として記述する。なお本節中で、単に現在との記述がなされた場合は、別途個別に時点を指定した場合を除き2012年時点を指す。 東区は名古屋大地と呼ばれる海抜20メートル弱程度の大地の北端に区域の大部分が位置しており、区内では縄文期のものと見られる海塚や弥生期のものと見られる土器が発見されている。江戸時代前までは基本的に寂しい農村といった間の地域であった、当地域において本格的な町づくりが始まったのは徳川家康による名古屋城追記の命に伴う、 清洲城下からの藩士や寺社、町屋などの移転である清洲越が1610年、慶長15年に開始されてからである。清洲越により名古屋大地の北西部延辺に名古屋城が築城をされ、名古屋城から見て東から南方向に城下町が形成された。このうち現在の東区地域は名古屋城から見て東に位置することとなる。名古屋城追記以降、 現在の白壁、大館町、黒門町、百人町などの武家屋敷が並んだ町、あるいは善光寺街道、現在の国道19号や基礎街道、現在の国道41号沿いの岐阜、長野方面への街道筋の町として発展していった。その当時は、現在の東区北東部である大曽根、や田、広行といった地域は、農村地帯として、 名古屋城上場下への農産物供給地だったと考えられている。名古屋市東区の誕生は1908年、明治41年4月1日であり、名古屋市における区政志向により生まれた4区のうちの一つである。当時の名古屋市における東部地域であったことからこの区名が付けられた。1921年、大正10年には、千草町、東山村、清水町、 杉村、六号村が東区に編入され、区の面積も 29.5km と現在の約4倍となったが、その後人口の急増などにより処理すべき、事務量が増え区役所での事務取扱いに大きな支障が出るようになってきたことから、1937年、昭和12年には、畜作が、1944年、昭和19年には、北区がそれぞれ分離されている。 太平洋戦争時刻期末期においては、名古屋大空襲など度重なる空襲により、航空機など軍需品の生産工場施設があった、八田広行地域及び名古屋市都心部である東桜、青井地域を中心に、甚大な被害を受けた。戦後、1946年、昭和21年の学区再編成で、六号学区が北区に編入されたことにより東区の区域はほぼ、 現在の形となり、その後名古屋市における住居表示実施などにより、周辺行政区との間で一部町域の移動を経ながら現在に至っている。1987年、昭和62年には区のシンボルマークが制定された。また、2008年、平成20年には区政、施行100周年を迎え、各種の記念式典や行事が開催された。 町の歩みを示すものとして、東区内には、徳川園、徳川美術館、アウサ文庫、県中寺といった江戸時代の終わり半、終わり徳川屋にまでそのルーツを遡れるものや、城下町の面影を残す、町並み保存地区、白壁四丁目、主税町、主木町の一部も、ある一方で、名古屋市内でも、屈指の商業地域の一角を占める、区南東部を中心に、 愛知芸術文化センターオアシス21名古屋ドームといった現代的な施設もある。また JR 中央本線の東側には大規模な工業施設もあり、太平洋戦争時ほどではないが工業地区としての側面が現在も残っている。区内には現在津々井、出来町地区に稽古料の出しがあり、そのうちの4両、人狼者、ゆとり者、かのこかみ者、か水者は、 市の有形民族文化財に指定され、戦後作られた、戦災で失われたものを復元した大義使者は出汁を弾くと演奏される林が、市の無形民族文化財に指定されている。毎年6月第一土曜日、日曜日に行われる筒井町で木町天皇祭では、これらの出汁が、それぞれの町内を練り歩くほか、徳川園が整備後再開園した、翌年の2006年からは、 徳川園内広場に五両の出汁が揃う、徳川園出し揃えが行われている。以下、産業の名古屋2007を主な出店として記述する。東区が属する名古屋市は、日本の三大経済圏の一つである、名古屋圏の中核である。名古屋圏を全国対比の経済指標で見ると、全国のおよそ1割を占める、経済圏であると位置づけることができる。 名古屋県の経済指標の打ちたい全国比10%を大きく上回るものは、第二次産業県内総生産13.9%、製造品出荷額等18.2%、輸出額21.7%など製造業に関わるものが挙げられ、全国有数のものづくり産業の集積地であると位置づけられるが、 名古屋県における名古屋市で見た場合、製造業が占めるウェイトは大きくなく、むしろ名古屋県において商業、サービス業部門を担っている都市というポジションとなる。東区には農地はほぼ存在しないと言って良い状態であり、また名古屋市の内陸部に位置するため、農業、水産業などの第一次産業については特に触れるべき事項はない。 第2次産業の中心となる製造業については、製造品出荷額等の区分第一位業種が電気機器となっており、東区の製造品出荷額等の実に70.9%を占めている。第3次産業のうち卸売業については、年間販売額が名古屋市の行政区16区のうちで、中区、全市に占める割合28.4%、中村区、 同に次ぐ、市内第3位同、となっている。小売業について事業所密度を比較してみると平方キロメートルあたり事業所数が120.2事業所と中区の331.8事業所キロメートル中村区の127.2事業所キロメートルに次ぐ値を示しており小売業事業所の集積密度は 高いと見ることができる。また、中夜間人口比率でも東区は170.9%と、全国市町村順位、常住人口5000人以上で、全国24位に位置づけられ、名古屋市の行政区でも、中夜間人口比率で100%を下回る区がある、ことも考えると、名古屋市内においても産業面で、求心力を持つ区であると言える。以上から、東区は、 名古屋市において、第二次産業、第三次産業両面で、一定の存在感を占めていると考えられる。第二次産業については、臨海部の港区、南区などと比較すると、隠し表示で見劣りするものの、遠くが名古屋市でも中心部に位置することを考えると、中区、中村区といった同じく中心部に位置する区と、比較すれば優位に立っている。その反面で、中区、 中村区には第三次産業では一歩譲る形となっているが、それでも行政区16区の中では第三位に入っている。これは従来からの東区における構図である北東部の工業地帯、南西部の商業地域という形での区内での住み分けが大規模工場の移転により崩れつつあるとはいえまだ機能していると見ることもできる。このことを反映して上場企業などで 東区内に本社を置く企業も、区南西部の商業地域を中心に少なからず存在する。上場企業を除く、資本金10億円以上の企業は、以下の通りである。東区の教育機関は、高等学校を中心に、質的な面、量的な面ともに充実していると言える。古くからの名古屋の島市にあることから、そのルーツを、 終わり半時代の藩校にまで遡ることができるなど、歴史を持つ学校が多い。一方で、第二次世界大戦後の復興時に急速に、市街地として発展したことに対応し、生まれた学校もある。また、名古屋市の地域の拡大により、東区が名古屋市の都心部を構成する区となっていったことから、かつては東区に所在していたものの高地面積の確保などの面から、 地域に移転していった、教育機関も多数存在する。名古屋市立の小学校、中学校については、太平洋戦争直後の時期、昭和20年代に合併、分離が複雑に行われている学校があるが、これは名古屋大空襲により、校舎が消失した学校が多数あったこと、学生改革により戦前に母体となる学校がない、新生中学校が作られたことにより、 復興都市計画の中で、用地確保を行う中で一時的に既存の校舎を、新生中学校に割り当てるため小学校を合併させたなどの事情によるものである。期日にあたっては、東区下を参照した。名古屋大学、広行キャンパスは、第二次世界大戦中に発足しているが、これらの3キャンパスについては、おおむね戦後に現在地にて、教育。 研究活動が行われてきたと言える。名城大学は、東区と連携、協力に関する協定を結び、防災、歴史文化、街づくり、生涯学習など多様な分野で相互に協力する。朝日川丘高等学校、名和高等学校は、その設立の期限を、終わり半時代にまで遡ることができ、 愛知県の公立高等学校の終わり学区において、共にトップクラスに位置づけられている。私立校としては、東海高等学校は、明治期の設立であり、愛知県の私立高等学校として、トップクラスである。近所学院高等学校は同じく明治期に、その期限を持ち、いわゆる SSK の一角を占める。名古屋私立の中学校については、 学区内の小学校の進学先となっている。私立の3校については、それぞれ高等学校と中高一貫教育を行っている。国立大学法人管轄明治期の技校や尋常小学校にそのルーツがある学校が多く見られる。現在の東区は名古屋市の中心部に所在する区であり、区域全域が市街地であるため、鉄道、道路などの交通網は、 名古屋市内の中でも充実していると言える。ただしくない地域相互の行き来という観点から公共交通網を見た場合、所要時間や料金の面でやや使いづらい組み合わせがあることも事実である。東区内には名古屋市交通局、JR 東海、名古屋鉄道、名古屋ガイドウェイバスの4事業者が合計6路線の鉄道路線を運行している。 2012年現在、名古屋市営地下鉄については運行されている6路線中3路線の駅が遠く内にあり、駅数としては7駅である。この他にも栄駅、久屋台通駅、中区、茶屋が坂駅、千作など、他の行政区所在でも利用可能な地下鉄駅もある。また JR 東海の路線についても、中央本線、 大曽根駅が区内にあり、同畜産駅も畜草所在の駅ではあるが、東区内の隣接地域、青井、筒井地区などの一部では、徒歩での最寄り駅としての利用が可能である。中央本線により、春日井市、岐阜県田見市方面へのアクセスが確保されている。名古屋鉄道は、名鉄瀬戸線を、森山区、尾張浅日市、瀬戸市方面に運行している。また名古屋ガイドウェーバス。 名古屋市、名古屋鉄道、JR 東海バスなどが出資する第三セクターは専用軌道を走行するガイドウェーバスし田見線、通称ユトリートラインを森山区の志田見地区方面に運行している。このように東区から他地区へのアクセス手段としての鉄道は充実しているが、鉄道路線網の形状から区内地域同士のアクセス手段として鉄道を捉えた場合には、 必ずしも利便性が良いわけではないことも事実である。名古屋市 A バスなどにより保管される部分もあるが、一般にバス路線の時間帯あたりの本数は、鉄道と比べて劣るほか、名古屋市の都心部であることから区内の道路は混雑した状況であることも多く定時性の面で不安もあり、移動手段として使いづらい面もある。区役所は地下鉄桜通線の車道駅が、 最も近いが、区内の、どの駅からも距離がある。東区内の幹線道路は、道路網として整備がなされている。生活道路については、かつて道心、足軽などの武家屋敷があった地域、主に津々井小学校区内の百人町、黒門町地域において、細い道や行き止まりの道が残されている場合もあったが、区画整理により整備が進められ、大部分が解消した。 国道41号、国道153号についてはそれぞれ東区内に起点が存在する。国道41号は高岳交差点、国道153号は小川交差点が起点である。愛知県道215号電もみ、名古屋線については東区内の全線にわたって機関バス新出来町線が走行する。機関バスは一般道路にバス専用。 優先レーンを設けることによって、バス車両の表低速度や、時間あたり、運行本数を向上させ、輸送能力、輸送時間面、輸送量面ともを向上させることを狙ったものである。この沿線は、鉄道網の空白地域であったため、路線整備の効果も高かった。詳細は、機関バス、名古屋市を参照。それぞれ、西側から東側、 北側から南側に順に記述する。南北の道路。東西の道路、町の歩みを反映して、区内には、江戸時代にまでそのルーツを遡るスポットから、明治、大正時代からのスポット、再開発などにより生まれた現代的なスポットまでが、混在している。本説における施設名の後の括弧内は、当該施設が所在する、町日のとである。愛知県芸術劇場。 愛知県美術館、愛知県文化情報センターが入居する、愛知芸術文化、センター、バスターミナル、ショッピングモール、公園の複合施設オアシス 21NHK、名古屋放送局、いずれも東桜一丁目の3施設は、再開発によりその敷地を入れ替える形で、建設されたものである。旧堺公園跡地に、愛知芸術文化センター NHK 名古屋、 放送センタービルが建設され、これらの旧施設跡地がオアシス21として整備された。名古屋市芸術創造センター、青い一丁目は隣接する名古屋東障害学習センターと共に名古屋法務局跡地に建設された劇場、コンサートホール施設である。その近隣には愛知、岐阜、富山、石川、福井の5県を管轄するカトリック、 名古屋教区の司教座制度、カテドラルであるカトリック根ノ池教会、青い一丁目、山崎マザック美術館、青い一丁目といった施設もある。他には日本プロ野球の中日ドラゴンズが本拠地としている名古屋ドーム広行き南一丁目も東区内に所在している。東区内にはまた名古屋の近代化の歴史を伝える建造物などが残る地域の総称である 文化の道関連施設の大部分が、白壁、酒税、種目町並み保存地区を中心に所在している。文化の道については詳細は、文化の道を参照。国の重要文化財に指定されている旧、名古屋高祖院地方裁判職裁判所長者を、資料館として活用する名古屋市市政資料館、白壁一丁目、明治時代の女優、川上貞役子の宮廷。 旧東二葉町にあった二葉五点を一区復元した文化の道二葉館、種目町三丁目、旧伊本溜三郎邸を名古屋市が取得し耐震改修等の整備を行った上で公開した文化の道種目館、種目町二丁目、岡谷後期創業家の岡谷家の邸宅について、大正期の書院、茶室、土蔵等を改修し、休息用のホールを新築して開館した文化の 道百科、もぐさ、白壁四丁目、名古屋市に現存するカトリック教会としては最古であり、一般には聖母教会の名で呼ばれることも多いカトリック主税庁、教会、主税庁三丁目、堀美術館、主税庁四丁目といった施設が町並み保存地区に所在している。国道十九号、全高寺街道沿いには、かつて、 名古屋当時期貿易商工同業組合の事務所として使用されていたスクラッチタイル狩りの外観を持つ建築物である名古屋当時期会館徳川一丁目従来は中区近の三菱東京 UFJ 銀行名古屋ビル級館にあったものが移転した三菱 UFJ 銀行貨幣資料館赤塚町といった施設が所在しているさらにその東に位置する津井地区には 尾張徳川家の菩提寺であり、歴代藩主が弔われていた、県中寺、筒一丁目があり、その北側地域には、尾張藩、第二代藩主、徳川三友の隠居所である大曽根を屋敷跡土地が、日本庭園として整備された徳川園、徳川町が位置する。徳川園の敷地内には、日本庭園部分の他に、尾張徳川家の所蔵品をそのベースとしている、徳川美術館、 名古屋市放射文庫があり、国宝源氏物語絵巻、徳川美術館、美集家本、源氏物語、放射文庫などの著名な資料が収められている。これらの施設を中心として、名古屋市教育委員会と東区役所で選定した東区内の史跡を徒歩で巡るルートが東区史跡散策路であり、次の5ルートがある。これらについての詳細は、東区公式サイトを参照。 カッコ内は2012年時点での所属リーグ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。